一体全体どこだよ、ここは。長い船旅だったな。周囲は見渡す限り海。小さな島みたいだが。ここは、無人島です。無人島？あまりに過酷な環境なので、島流しにすら使われていない。正真正銘の無人島だそうですよ。絶海の孤島ぶりは、光秀様のお墨付きです。なるほど。思い切り生存能力を競えるな。腕が鳴る。ああ、楽しみですね。楽しみすぎて涙が出そうです。家康様、気合は十分ですね。私も負けてはいられません。ねえ、皮肉って言葉知ってる？いいから始めるぞ。夕刻、日の入りまでに、この無人島で、生き延びるために役立つものを手に入れた奴が勝ちってことにしよう。承知しました。いざ尋常に勝負！はぁ、なんでこんなことに。時間切れだ！全員浜辺に集合！政宗様、家康様、大収穫ですよ。一日中無人島を駆け回って、なんでそんなに元気なんだ、二人とも。よし、集まったな。取ってきたものを一人ずつ見せ合うぞ。まずは俺から行かせてもらう。せーの、ドン！これは？取ったぞ！大きなマグロ。ピチピチですね。この海の主らしい激しい戦いだった。立派な獲物なのは確かですけど、どうやって食べるんです？池作りにする。こいつで。刀だけじゃなく包丁も持ち歩いてるんですか？皿はこれ。なるほど、大ぶりな葉っぱですか。マグロの赤身が映えるよう、特に緑の濃いとっておきの一枚を探し出した。非常時ですよ。池作りだの見た目だの、そんなところにこだわらなくても。豪快かつ繊細、それが俺の持ち味だ。生き残るためにはただ食うだけじゃダメだ。獲物の命を目でも舌でも味わい尽くす。食は生きることの基本だからな。心も体も満たしてやる。さすが政宗様ですが、私も自信がありますよ。せーの、ドン！これは？真水じゃねえか。しかも桶にたっぷりと。どこでこれを？船に積んでいた桶を使って、島の奥にあった泉で汲んできました。よーく見つけたな。地形を調べて、水の湧く地点を計算で割り出したんです。水がなければ、人は生きてはいけませんから。風呂敷包み背負ってカッコつけられてもね。ああ、これも収穫です。泉のそばに生えていたキノコです。栄養価の高い食事も、生存のためには欠かせません。合わせ技とは、なかなかやるな。三成のくせに。最後は、家康様の番ですね。見せてみろ。俺の獲物は、これです。これは、草、ですか？食べられなさそうですが。焚き火の材料ってことか？そういうわけじゃ。焚き火！名案です。湯を沸かして、キノコ鍋を作りましょう。こんなこともあろうかと、鍋とお玉も持ってきてある。どこから出したんですか？さすがは戦場の料理人、政宗様ですね。味付けも任せろ。とっておきの味噌を持ってきてある。味噌まで。そろそろ突っ込むのはやめます。だが、家康が集めた草だけじゃ、焚き付けくらいにしかならなそうだ。あの、燃やすために採取したんじゃないんです。この草は。では私は、もっと葉っぱや枝を集めてきますね。よし、俺は火を起こすぞ。あんたたち人の話は最後まで。って言っちゃった。